ください。波動拳、波動拳、波動拳、
Thank you.
Hadouken!
はい、皆さんこんばんは。こっちも入ってない。今日あれですか、今日あれですか、今日あれですか、ネット配信はない、入れます。なるほど。2019年、3月22ということで、今回はネット配信あります。オンラインです。前回はオフラインでした。ちょっとまだエントリーは締め切ってません。ません。そうか、ルール説明とかから入んないといけないんでね。待ってください。今日セロテープ不在です。セロテープツアーです。
というわけで、今をもちまして一旦ですけど、エントリーを締め切らさせていただきますと、本日11人の猛者がね集っていただきました。何でしたっけ、エクサ5ノーサウンド、あ、サウンドある、 X ゲーマーズ、はい、アミヤモト元気ですか、こんばんは、こんばん、これからやりますよ。
サウンドビデオ OK、 ストリーム OK、 ゼロライトマイク、というわけで今プレイヤーをですねミックスしてますと抽選しておりますので、もうしばらくお待ちくださいと。本日3月22日116回となります。あ、本日あれですね、四季の細道名付け親のあれですね、 PCO さんが来られてますね。なんとなんと、こんばんは、こんばんは PCO さん。ハメがひどいっていうね、 PCO ハメがひどいっていう X、 あ、弟子が弟子が、あれ弟子入りしてなかった。でですね、そう、XS と、XR5 ですかね。日曜日、XR5、南浦ビッグワンでありますよ。ありますよ、XR5。ということで、あー、 X ゲーマーさん、サウンドでしょ、サウンド OK、 あ、ノー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 、ストリームオーディオ、ノッノッツノッツ、なんていうの、ノットインスピーカー、インスピーカー、インサイドスピーカー。まあまあ、そういうわけで、あ、ごめんなさい、ちょっと話途中でぶった切っちゃいましたけど、エクサー5的なのがありますよね、そういえばね。2日後の24日、3月24日、エクサー5、南浦ビッグワンセカンドですね。かなと思っております。でぜひぜひね、当日参加枠あるんでしたっけ、これ。あ、当日枠もありますので、当日枠1枠だけかな、はいはい、1枠ありますので、24日南浦ビッグワン、エントリーは締め切っておりますので、事前エントリー締め切ってます。当日エントリー11時まで、ご来店くださいということなので、まだまだ、出場はできます。はい、と言っている間に本日11人いますが、増えてはないですね。はい、9時が出来上がってからは残念なことに順番がもう確定してしまいますので、増えてはないのかな、増えてはない、はい。もうね、3月下旬ということで春の陽気がね、昼間は出ております。で今現在あれですかね、外はまだまだちょっと寒くなってきた感じですけど、そろそろいよいよ、冬も終わる感じですよね。こんな雰囲気が出たり出なかったりと、というわけでごめんなさい、配信台のの試合はですね、今やっておりますが、ここを最後としてください。このごめんなさい、配信弾の試合はここを最後といたします。あ、くじができました、できましたので、じゃあ順番発表します。
はい、じゃあ組み合わせ出ました。1試合目、労働3対ほぼ山本さんということで、ですね、エクサー5エントリーしてるんでしたっけ？僕してないんですけど、ほぼほぼなんで、じゃあロードさん行きますよ。こんばんは。こんばんは。今日は何の日ですか？3月22日です。式の細道の日ですね。はい、みんな楽しみな。さあ、ほぼ山本さんとロード君、さあ、第1回戦お願いします。はい、さあみんな恒例の、はい、今日で第11,116回迎えました、この式の細道。さあ、もう本当に恒例行事になりましたね。ロードエッサガット対ほぼ山本チュンリー。さあ、開幕はお互いちょっと下がって、さあ下タイガー、下タイガー、さあ冷たく下タイガー、下タイガー、タイガー、タイガー、どうする、ほぼ山本、何がほぼなのかよくわからないが、タイガーバカッと上がちゃんと出る、でも戦列当たって追撃入って投げて終わり。エッサガ様、ロード頑張れよ。さあ、 X ゲーマーズも海外で見てるよ。さあ、タイガー出てないね。さあ、タイガー、タイガー、タイガー、さあ押していこう。あー、大キック当たって、さあタイガーで押していく、タイガーで押していく。さあ、山本さんはちょっとゲージをまず食べたいかな。さあ、ゲージを、戦術が溜まった。さあ、タイガー打てない、タイガー打てない、ピョンピョン飛んでくる。さあ、ここにつける隙があるんじゃないのか。さあ、戦列離しちゃった。さあ、でもまだあるよ。あー、さすがに。さあ、お互い白熱して第3ラウンド。さあ、決着がつくのか。さあ、このまま第11,230回ぐらいまでこの2人続いちゃうのか。さあ、中キック飛びが入って、さあ、下体が打って、さあ、どんどんアパカが減る。さあ、戦列、おーっと、カス当たり厳しい。おー、でも背中切り入る。さあ、このクソ技、このクソ技、投げて終わり。4代目に怒られる。さあ、山本さんがまず1勝。さあ、次は朗読の次はうねくんの、なんだ、エッサが、エッサが終わったらまたエッサガが来たでござるの巻。さあ、あ、これはちょっとエッサが、初代ロード君がマイクを持とうとしてる。初代2代目道路がいるからね。あれ、たまに僕使ってる名前なんですか。アパカが出るね。なんかさっきの光景とあんま変わんねえな、これ。おっさん、取り込んだら中盤の方がいい。中盤なんか上から行ってるよ。負けたエッサガがなんか行ってるよ。
でもああ山本さんいい動きだった。裏回ったのがちょっとね。さあ、うねくんは S 坂使ってる時すごい楽しそう。ニコニコしてますね。いやー緩んでますよ。なんかちょっと今放心状態の顔で本当楽しいのかよくわかんないけど、あ、出ない、上が出ない。でもスピーカーが暴発。うねくんには S 坂の強いところを見ててほしいね。お手本を。ロード君こうやるんだよって。いやもう本当ですよ、全然お手本の人いないから。なんかまたシノニーディスってるね。シノニーさんは嫌だな。みんな唯一無二ですから。自分がお手本になればいいんだから。そうです。あ、お手本を見せつけたのか。さあ、ウネス坂が勝った。さあ、お手本を見せつけた。見せつけた。純理性はこうやるんだよと。なるほど、もう負けないですね。じゃあね。さあ、その次はハクくん。はい。さあ、これさっき負けてましたよ。ハクくんは誰と組むんだっけ。エクサコテ。あ、そうだ、コテくんだ。さあ、ちょっとね、あさってに迫ったエクサに向けてみんなもうここでちょっと大会モード仕上げてきてるから。これね、これほど慣れてるキャミ、エクサが慣れてるキャミないですから。さあ、カッチャーリー始まる。さあ、カッチャーリーが、慣れてるっていうか、こんなにできてないエクサが戦慣れてるキャミーっていうのが珍しいですね。はい、フーリガン通って、あー、安い。あー、でも前に行くだけも辛い。あー、ハク君の苦労の100分の1ぐらいしか、あれだね、ウネ君は頑張ってないね。もう本当にすごい。いやいや、もう本当、もうだって顔でわかるもん。顔が違う。ハク君すごい一生懸命だけど、ウネ君なんかもうニヤニヤしてるもん。ゴリ押しやっぱか。厳しい。あ、厳しい。頑張って。ハク君頑張って。ああ、打ってるだけ。打ってるだけ。何も考えてはいない。ソニック打つぐらい、なんかあれだね、下タイガーを持って頑張ってほしいね。ボタンの音が全然違う。メトロノームで下タイガー打ってほしい。タイガー、タイガー、タイガー。さあ、あのメトロノームでリズム刻んでほしい。さあ、ちょっとタイガー、ちょっとダブラリで弾抜けられると思うと汚いって言い始めるハクアタックじゃない、ウネ君が。強いキャラを強いって分かって使うのがいいっすよ。うん、なんだかね、僕は楽しい楽しいしか言わないからな。言って楽しいって言ってるのかな。さあ、青沢さんもでもほんとちょっと来ない間に青沢さんの動きがすごい綺麗になっちゃって寄りますよ、これ。さあ、さあどうすんの、近づかれたらどうすんの、小手くんどうすんの。あー、チュアシコ吸ってる。あれ、アパカだよ。アパカだよ。アパカで落ちるんだよ、あれ。そう、本当はアパコはもうやらない限り。ああ、ウネ君が負ける。離れろと頑張って上がるけど、どんどん近づいてくるよ。ウネ君疲れて。あ、どんどん近づいてくるよ。いや、こっち来んな、こっち来んな。差し返し。あっさりと。なんで今日 S 坂2体でエントリーしてんだよ。わかんない。ライブ使えよ。僕だけで十分なのよ。2キャラ目とも S 坂だから、ね、マイク変わってよ。ウネ君頑張って。ウネ君マイク頑張ってよ。あれ、ウネマイクないですか今日。ネウということで、いやー残念ですね。さあ、クレジンさんに持ってもらおうかな。画面は、2P 側では川島さんの DJ クレジンさんね、久々見ましたよ。ね、本当に久しぶりに。はい、みんなこうやってたまに来てくれるのいいですね。そうですね。できれば毎日来てほしいですね。そうなんです。死ねと言ったが、ちょっと安かった。気悪いな、本当に。ワイクスプレーヤー、おっと、ダブルアリで回っている。
やっぱ DJ は辛いんすかね、ザンギね。いい勝負ですよね。まあ間違いなく、これまあいい勝負、いい勝負。これでもあれですよね、 DJ に近づくことがまず大変そうですよね。おっと、今すごいジャックの足を、あ、ソバットの足をダブラリで透かして打った。大足うまく刺さりますね。大足2回振りましたね、今ね。今さあ上から、おっと、今回したはずだが、大足でもつなげたかったですね。うわー、投げられている。さあ続いて PHO さんですね。ちょっと待ってくださいね。はい、続いて 1P がペコさんですね。ペコケンと、川島 DJ。 さあ波動で押していくが、この組み合わせ一見飛び道具性能は DJ な気がするが、剣も硬直が短いというか出した後が早いので。おっと、ジャック、ソバットカーニバル、ジャックからソバットカーニバル拾っていく。しっかり見ている飛びをジャックで落としていく。波動拳が画面端かなり厳しい。続いて足払いは一瞬ペコ剣の足払いの方が早かった。さあ抜けた側、割り込みで昇竜。さあ3ラウンド目、おっとめくりで空立つ。ジャックが落とされる。今の前波動の手先を蹴る感じですね。すごい見にくい。打ち合ったら剣の方が落ちてる感じですね。さあジャックで落としてカーニバルで拾ったが、あまり減らなかった。スライディングねじ込んでいく。おっと立ち台キック長い。さあ川島さんが勝ってエクスパーさん、あーやりますよ。さあ入っていくのは HP 側エクスパーさん。3、4、5、6、7、8、次でクレジット切れだな。はい、さあエクスパーさん龍、いつものカラーですね。しかしこれ龍の方が波動を出した後の硬直が長いため、ちょっと飛ばれると厳しい。そのためにこう飛ばれないように打っていくしかない。おっとアッパーで落としていく。そして真空削り、これはちょっとですね、この体力差厳しい。おーっと直前で波動、今のは反応できない。さあ波動拳、波動拳きっちりフェイントを混ぜてますね。エクスパーさんの竜は打ちすぎてないですね。そしてちょこちょこ昇竜を混ぜてゲージも回収している。おっとめくり空立つ、アッパーで落としたからのめくり空立つ。真空で削っていって、あっダイヤ縛られ、ダイクエクスパリュー勝利。
はい、続いて入っていくのが 2P 側、兄さんのガイル。ご無沙汰ですね、兄さんもね、立ち風かなりきっちりした立ち回りをするガイルだと思ってますが、さあ、片や荒らすタイプのエクスパリュウどうする、どういう展開になることか。そうですね、あまり派手な行動はさせないようにこうきっちりとソニック打ってアッパーで落としていく。竜巻を全部見ている。竜巻はちょっと爆地要素ありますからね、竜ガエル戦の竜の竜巻は。ソニックを抜けることはできるんですが、その後ガエルもしっかりあれですね、対応してくることができるというねところなので、当然見てはいます。ちょっと兄さんのガイルが押されている。ここで真空を使っていくが、おっと飛びが入って、おっファイヤーと真空、あソニックで相打ち。最後は竜巻アイチ OK。 さあ続いて3ラウンド目、竜巻で逃げていくアッパーで落とされる昇竜拳と足払い重ね昇竜拳。さあちょっと体力差があるが、シンク、おっとしっかりガード見ている。タッチパンチタイプ、意外と地味に判定が強い技ですからね、あれタッチューパンチの竜の。さあガイルとしては体力差があるため攻めたいところ。さあシンクをしっかりガードして、ここからですがちょっと時間が飛んでいく。あっとピヨっているが、勝ったのはエクスパー、ああいう直径だった。エクスパー竜処理。はい、続いてギオさんお願いします。1キャラ目は、さあギオさん1キャラ目 X 竜、くしくも同キャラ対決。さあ先制は X パー竜が弱達からの投げと、おっと飛んだがちょっと昇竜で割られてしまった。真空ゲージが溜まっているが、ここは波動で押していく。さあ頑張ってもらいたいところ。あっと大足払いにファイヤーを合わせてくる、いやらしい竜巻。さあ真空ガードして竜巻で逃げる、後ろから波動、あっと飛ばれてしまった。エクスパリュ勝利。さあクレジンさん、はい、はい、スピーガークレジンさんダルシム。さあ竜ダルシム、これは頑張るといけるかもしれない。エクスパーはあまり昇竜がないので、あまり昇竜がないので真空だけを気をつけていただきたいところ。
真空きっちりガードしてる。真空もジャンプでいい気がするんですけど、あっとしかし伸ばした足に昇竜が当たる。相打ち OK、 またしても真空が溜まっている。刺していく。さあ危ない。おっときっちり竜巻をガードしてからの頭突き。これはブッパは危険なところ、竜巻ブッパは危険なところ、ちゃんと見られているぞ。さあきっちり落としていくが、お波動を読まれている感じ。投げる。おっと中ボスを頭突き、めくりの空達中ボス投げるだろうなって動きを今しましたね。ちょっとさあ3ラウンド目、昇竜拳と昇竜拳、投げる。おっと味を締めたか、竜巻から投げていく。これの処理を頑張らないといけないところ。シンクがガードしている。竜巻し立ちガードからの突き、投げる。最後は投げる。さあエクスパー勝利。続いてロード3ですね。2周目ですね。2周目さあ、ロードさんのエッサガ、ユーとエッサガ、さあ飛んでいる。シンクを飛んでピオラした。またしてもきっちり3段を決めていった。その後ピオラしてからの飛び込みタイガー、アバが蹴りが半端ない。打ち切りましたね。これは竜としては打ち合いたくないところ。しかしゲージは欲しいところ。さあ真空を見られて、うまい大足で溶かしていく。投げる。おっと飛んだ、飛びが間に合った。さあコンドはしっかり見ていた。ロードアパカがこうなると竜としては厳しいところ。きっちり待たれるとアパカが怖いので、しかし竜巻でちょっと荒らしていく、していく感じ。さあ次があるぞ。竜巻を飛んでいた、後ろから蹴られる。さあエクスパー流勝利。エクスパーさん今5連勝ぐらいかな、5連勝ですね、単独首位。次山本試合なんで誰かマイクしてもらえるとなんですけど、いなさそうなんで入ります。無音になります。さあ山本さんが、出番なんで、実況変わりました。川島でございます。さあエクスパリューが今5連勝中ですね。
さんの1キャラ目は何でしょうか。あ、2キャラ目か、ごめんなさい、失礼しました。さあ、チュンリー、黄色いチュンリーですね。さあ、ちょっと一回リセットしてしまったので、ステージは変わってしまいましたね。エクスパリュウダイ、ほぼ山本、チュンリー。さあ、序盤は、ゲージのため合いですね。さあ、ジャンプ中盤拾って、さあ、真空は打たずに、さあ、これ打つ。さあ、もう一回貯めるかな。ハロー、ハロー。さあ、チュンリーは戦列、勝利をかす当たりだが、これはエクスパーが厳しい。さあ、ジャンプ大キックすかして投げる。さあ、不思議な動きをさあ取り入れて、さあ波動タイプ、いいですね。さあ、置き攻めはダイヤスピー。さあ、お互いゲージを貯めて、さあ、裏回り投げは相方空中落とすのが正解です。竜巻ぶっぱに、次は中盤、さあ戦列はいけなかったが、さあ、あの竜巻の重ねが結構めんどくさい。さあ、どうなるか。さあ、戦列ぶっぱして投げにはいかず、なあ、ここで投げに行く。あれはうまいですね、心の隙間をついたな。私も序盤はゲージを貯めます。リュウチュンリーは結構いい勝負になりがちですが、まあ、チュンリーがちょっと有利じゃないかなと思います。まあ、クエントまでは言いませんが、まあ、ほぼ五分に近い。ちょっとチュンリー高め味、さあ高めのジャンプ、ロキックから投げ、が刺さる。さあ、竜巻裏回り投げ、あの真空もあるんでね。さあ、画面端の上下も、あー、ここで食らった、真空。さあ、エクスパリューが6勝目。さあ、次はハクさん。さあ、変わります。ありがとうございます。はい、山本診断でハクさんですね。エクスパーリュウさん、今6連勝目ですね。圧倒的、圧倒的エキスパーですね。さあ、ハクさんのキャミ、ハクキャミもうね、起き上がり竜巻が意外とやらしい。対策ができてないだけですけど、おっと、スピンナックルにシンク合わさっている。まずいぞこれは。あーっと、キャノンに波動を釣り入れた。波動、画面端の波動、これは気をつけたい。読んでの昇竜だったが空振り、お釣りが入る。キャノンを見ている、竜巻を見てキャノンを入れている。真空もしっかり見ている。おっと、当たってしまったが、どうなる、どうなる。あー、今ボタンを間違えたっぽい。アッパーを出そうとしてキックが出ていた。おっと、しゃがみ中足ファイア波動という王道のコンボ。しかし着地に波動重ねはキャノンで切られる。シンクを見切って垂直、そして裏から投げられる。さあ、ここでエクスパーさんの連勝が止まり、船さんが入っていく。
うねさんは2キャラ目もタイガーと、タイガーと、どうしたんだうね、うね選手、青パン好きに気が加速している。東西線も青パンで出たのかな、どうなんだろう。おっと素晴らしい今のコンボ、全キャン的なコンボでしたね。さあ投げる、固まってしまうと投げられる。スパイダルアロー、スパイダルアロー、アパカ、アパカ埋め込んでいく。しかしこれやばいぞ、ガンと。さあ光るのか光らない、おっめくり、めくりキャノン、飛び越しめくりキャノン。さあ、ハクキャミーが勝利で、青木サイクロンさん、はい、あマグネットありがとうございます。はい、HP 側は青サイさんのザンギダブラリが何か怪しい技の途中に刺さったが、フーリガンで溜め殺されている。さあナックルが突き刺さる、しゃがみ中足と立ち台パンチ、この2つだけで殺される。しかし画面を押してない、やはり青サイザンギ、ナイス飛びが入ってフーリガン、おっとめくり気味だが揉んでいく。さあこの青パンはどうなる、タイヤ足を刺して画面端、得意の画面端を行くのか、行くのか、あっとスパイラルが刺さってしまった。ハクキャミ処理、あはいありがとうございます。続いてペコさんですね。ペコさんのキャラは、あ、そっか、キャラ目も X 剣、最近 S 剣やってないんですかね、ちょっと僕東大戦あんま見てないんでよく分かってないんですけど。さあペコさんの X 剣は、おっと踏んでめくり、あ、なるほど、キャミーがちっちゃいからちょっとタイミングが難しい、重ならなかった、しっかりガードしている。しかし飛び込みをキャノンで落とされる、あ、今ゼロアウトでしたね。さあ、おっときっちり昇竜で、今大キャノンなのかな、相当逃げます。おっと波動フーリガン、これはちょっと反応できないところ、この距離厳しい、当てて投げていくが、あっと光っている、波動に光られた。さあハクキャミ勝利。続いてカーシムさんですね。やばいぞこれは、これは決勝が決まってしまうか、クレジットはまだある、決勝が決まってしまうのか。さあ2キャラ目川島さん、ダル、ダルを選んでいた。燃えている、ナックルを燃やして、上から、あっとピヨっている、大大スパイラルと、大大大スパイラルと、かなり今ですね、大きいの持ってきましたね。おっとドリルを、まさかの、あ、ピヨってる、フーリガンでドリルも取れるんだ、なるほど。フーリガンやばいぞ、光っていた、
ハッキャメ勝利。続いて兄さん。さあ入っていったのがアニさんのガイル。今単独トップはエクスパーの6、エクスパーリュースの6勝ですが、ハクさんは5と並んでます。お、空対空今蹴ってましたね。ジャンプで避けたところを蹴っていく。おっ、フーリガンもサマーで切っていく。あーっと飛んでしまった。ピヨっている。きっちり回収していきますね、ピヨラスタート。ソニックをフーリガンめくりから投げてサマで来ていく。さあこっちもめくり、めくりからのキャノン、キャノンを間にねじ込んでいった、割っていった。さあサマーで切って、これはキャミ厳しいか。さあ中足、ここでハクさん連勝ストップ、5勝と。続いてギオさん、兄さんのガイルが勝利で入っていくのがギオさんの S 流。これは厳しいか。この波動がですね、波動が、おっと足を勝利で買っていく。この波動のスピードにソニックが打ち返せるかってところですね。お、踏んでしまった。これは厳しいぞ、この距離ガイル厳しいぞ。波動だけで死んじゃうんじゃないか。投げる、お互いに投げたかったですね今ね。さあ開幕サマー、おっと TBS ってやつだ、ヒット。おっ、しかし昇竜が漏れた。さっきと逆の立場になったが、お、竜巻で抜けていく。投げる、波動拳投げる、お互い我慢し合った。振り出しに戻った形だが、さすがのガイルも S 流の波動はちょっとって感じですかね。しかし体力は今大幅リードだが、バックナックル、竜巻が出ていた。さあ兄さん勝利。続いてクレジンさん、おっとここで連勝中の兄さん、あ、ちょっと待ってくださいね。さあ兄さんの帰り入っていくのがクレイジンさんのダッシュムと。連勝中のここで厳しい、これは厳しいぞ。
イルとしてはかなり厳しいところ。おっと耐久が伸びてくる、ね、しゃがみパンチ的なやつがかなりソニックに対して相性がいいですからね。しゃがみ中なのかな、あれ中か弱かのパンチですよね。あれされるとちょっとソニックが打てなくなっちゃいますからね。おっとジャブで落としていくドリルを、あーっと自らソニックに行ってしまった。ガイル側が結構押しているぞ。しかし油断はできない、相手は天敵ダルシム。インド対アメリカの戦いってところですね。おっきっちりジャブで落としていく。やはり上からはダメか、下からしかないのか。おっと直前に落ちてしまった。ソニックサマーで切られる、アニさん勝利で、アニさんが最後のプレイヤーまで倒して今3連勝ですよね。あ、エクスパーさん2周目まだか。はい、エクスパーさん、そうですね、失礼しました。エクスパーさん2周目がまだでした。さあエクスパーさんを倒したのはハクさんでした。なのでさあ中ゴス投げる、露骨にいった中ゴス、かなり露骨だぞ。投げる、画面端波動を一回も打たなかった気がする。さあ大ゴス、あんまり大ゴス減っていない気がする。さあソニック、中盤ソニック中盤サマーコンボで恐竜をおつびを入れていく。さあソニックでくぐって、おっと裏落ちから投げ、しかしきっちり受け身は取っている。真空で削っていったが、投げる、ずかずか投げる、上から切ったがサマーで切られる。さあおっとソバット、アニさん勝利。ここで、2周目まで1人2キャラ出し終わったということで、アニさんが4連勝ということは、連勝チャレンジですね。はい、ロードさん、ほぼ山本さん、うねさん、ここまでですね。お願いします。はい、エクスパーさんが今単独1位で6勝なんですが、アニーさんが今4勝中なので、チャレンジ中ということで連勝チャレンジ。このエッサガに勝つと5連勝で2位タイとなります。
さあロードさんの餌が、ロードエッサーとしては飛ばして落とすところに持っていきたいところ、タイガーをひたすら打っていく青パンタイガーと、アパカ減る、当てていく、やはりロードさんあれですね、引き付けある程度見てから出してますね、かなりうまい感じ。さあタイガー、今のは削りタイガー、タイガーで削りタイガー、見どころ、さあ上から下からと揺さぶられているが、なんとか間合いは離していった。おっとアッパか、振り抜いた、しかし大力差が結構あるぞ。おっとまさかのここでストップ。というわけで兄さん5勝、あ、いや5勝だから、あ、ごめんなさい、4勝か、兄さん4勝です、すいません。決勝はハクさんとエクスパーさん、ロードさん終了でございます。お疲れ様でした。さあ、ハクさんとエクスパーさん、エクスパーさんが6勝なんで 1P2P 好きな方決めれますけどじゃんけんしちゃいました。スタートボタンですね、スタートボタン、スタートボタン連打してください、 1P2P ともに。はい、行きました。じゃあエクスパーさんが勝ったので 1P、 エクスパーさんもともとどっちでも選べますからはい、じゃあ決勝、本日2019年3月21日第116回四季の細道、決勝はエクスパーさんの竜とハクさんのキャミー、それでは行ってみましょう。開幕ハードと飛び噛み合った、芸術的な開幕だった今のは。しかし寄らなかったので、かなり仕切り直しな形。さあエクスパーさんは式と相性、デイトナ式と相性がいいみたいで、最近やたらと決勝で見かける。ジャックパン刻んでいって投げる、まず先制はハクさんのキャミ、1試合取っていった。さあ2試合目3先でございます。3試合選手、さあおっとピヨってる、竜巻をキャノンで切って、しかしピヨったがちょっと安かったが、おお、パッチ中パンチ的な感じの音がした。さあエクスパリューはどう攻める、どう崩す、ハクさんはあまり相手に付き合わないタイプだぞ。さあキャノンをガードして翼で波動を入れていく。おっとフィリガンを竜巻で、あっしゃがみ中足2回、熱い戦いになってきたぞ。おっアッパーがちょっと早かったかな、潰される。昇竜もキャノンでおつろい入れていく、上から投げる、もう1回行こうとしたのかな、昇竜で切っていく、竜巻で逃げる、ファイヤーでこかして真空で削る、またしてもファイヤーで効果する。中ボス
しかし飛んでいた。ハクさんも2試合目もハクさん勝利。さあストレートでリーチをかけたが、3試合目ラストチャンス。着地フーリガン着地真空だが前段は当たらなかった。波動はほとんどキャノンで抜けている。さあ竜巻を見ている。どこかで打ってくるだろうと。しかしちょっと付き合いすぎた。ゼロドットではガードできなかった。さあ開幕お互いに交錯して、交錯、さあファイヤーが当たる。やっぱこれですよね、リュウはファイヤーハード。これもらっちゃうと焦げちゃうんで。おっと竜巻失敗か今のは。フーリガン投げ返す。ちょっと早かったアントミ。さあどうなる、追いかけていって、おっ竜巻落ち際ですね。さあ先にリーチをかけたのはハクさん。飛び三段開幕入って、フーリガンと最後は飛び込みからコンボと見せかけてフーリガン、ストレートでしたね。本日3月21日、優勝はハクさんのキャミー、おめでとうございます。初ですかね。あ、じゃあヒーローインタビューお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。ハクさん初優勝、初めてですね。いやー最近メキメキとね、やっぱり表してますよね、実力をね、頭角を出してる感じがしてたんで。なんかちょっと、怠けてさせるか、ちょっと今日ゲームスピードが分かんない。本法が下手なんじゃない。いや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 、でも最後のフーリガンは見事でしたよ。あれはガードしちゃいますもん、あの状況だと。まああれダブルアップっていうか、普通にあれ2段繋がってたんでアローですって言ったんですけど、はいはいはい、ちょっと甘えのダブルアップでフーリガン。いや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 、甘えじゃないですよ、あの位置だと。スパイラルアロー来てもガードできるかなって思っちゃってガードしちゃう人いるかもしれないんで。あ、まあそうですね。そこをあえてフーリガンにしたっていうのはもう、まあ、素晴らしいなと思ったんですけど、はい、いやーというわけで今後もちょっとね頑張ってメキメキとね、はい、あれ XR5 でしたっけ、あさって、はい、エントリーしてますか。あ、してます。あ、してます。はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで本日の、優勝者はハクさんのキャミーでした。すごいですね、ジャクヒャラって呼ばれてるキャミーでここまで連勝数を伸ばしていけたっていうね。またあれですね、初優勝ということでこれに、満足せずに2回3回と四季の細道で優勝して大きくなっていってくれるとありがたいと思います。一応配信はこんなもん、あ、ごめんなさい、マイクはこんなもんで配信は文字合い流してますんで、垂れ流しですんで閉店までご視聴ください。すいません、ありがとうございました。
分、はい。
Fight!
Tiger!
Round one, fight! Go! Go!
はい。はい。
Tiger!